どうもラオチンです。聖剣伝説やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日ですけども、取り忘れ注意のアビリティシードをやっていきたいと思います。このアビリティシードはクエストで入手することができますよ。そのクエストですけども、月の町エテラナで受けることができます。地図のこの辺りですね。NPC に話をしていきましょう。クグツのメリッサですね。その敵を倒すとクエストは完了です。はい、それでは倒しに行きましょう。到着しました。場所はここですね。ファルロー大草原のこの辺りです。この辺り来てください。で、モンスターがこいつですね。ネームドの敵なんですけども、レベルは52となっております。まあレベル20後半ぐらいあれば全然勝てるんではないでしょうか。 OK、 もう終わったわもう終わったわ。レベル99だったらまあこんな感じになるでしょうね。んでもって痕跡も入手することができます。はい、それでは、クエストはこれだけで完了です。さっきの場所に戻りましょう。いやー、しかし毎回毎回ローディングがやはり長い。プレステ5でやるべきなんでしょうね。では話をしましょう。気品のある魔法使いクーラですね。この調子でどんどん人助けしていこう。はい、特殊攻撃ダメージプラスを入手することができます。これが強いんですよ。このアビリティシードは特殊攻撃のみで攻撃できる武器との相性がいいです。探検とかランスですね、相性がもう抜群です。特殊攻撃のみでガンガン攻めていきましょう。やはり 20% アップっていうのがいいですよね。10% とか 15% は結構あるんですけども、 20% っていうのは、結構珍しいと思います。ダメージがかなり上がりますので、ぜひランス、そして探検使うときには、このアビリティシードを装備するようにしてください。で、攻略記事で、ニキータショップにも売ってるって書いてる あるらしいんですよ。でも、調べたところニキータショップでは売ってなかったんですよね。なのでおそらく一周やるごとに一つのみの、入手かと思います。これはね、3つぐらい欲しいところですね。はい、ということで、今日は絶対取ってほしいアビリティシードをやっていきました。これですね、特殊攻撃プラスです。特殊攻撃で与えるダメージを 20% アップするやつとなっております。かなり効果が高いのでぜひ入手してみてください。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。